おはようございます。皆さんおはようございます。タイムの AI 時刻表は2020年4月28日火曜日の午前10時17分です。じゃあ本日の話です。本日株式会社のリニューアルオープンしました。やった。店内を変えて取り付け商品増えたそうですよ。私もお買い物が楽しくなってとても嬉しいです。ちなみに今回も県の専務で開催されますよ。時間と興味がある人は案内で富吉さんにご連絡くださいね。では本日の話してしまいますように。あ、かわいい毎回かわいいっつってんな。そんだけかわいいんだよこの子ね。よし、富吉商店いいやな。ちょいさんか。いつでもプレゼント付け手紙が、サンキューが8年誕生日をお祝いしてもらうのはやっぱり定置のねプレゼントも残してくれて、目から鼻水ってなったよ。目から鼻水、これは味の感謝を伝えなくてくれよ。それじゃあまた次よりありがとう。その誕生日の暮らしなんてね、いいのにね。で、お気に入り入れとこう。はい、あいつだね。で、もう一個、マブダチならね、あんたに似合うと思ってこのままこっそり買っといた服があるから待ってくれるかい。私も昔やりたしてた子はよく子供の人と思った。今のために聞いてるね。おしゃぶランチのチョリョに。ありがとう。チョリちゃん、この便箋いいなぁ。パンクの感じがしてチョリちゃんっぽい。ちょっと2個も増えたのがちった。とりあえずこれが3人の暮らしかな。コメディアンの服。やんちゃ学生服。あー、やんちゃって言ってたもんね。昔来てたって言ってたもんね。コメディアンの服着てる。なるほど。確かにちょっと一昔前のコメディアンの服だね。これがやんちゃ学生服。あー、これね。どっちがいいかな。気づくのは気に入ってるけど、コメディアンの服にするか。今回はね。よし。なんか、サングラスもコメディアンっぽいしね。でだ、持ち物がいっぱいしな。上に行くか。楽しそう。あの前にセームにやるか。どう楽しそう。あ、コンビニじゃない。あ、すげえ。でもすごい。おしゃれ。おしゃれじゃん。運動もできるんだ、これの。あ、すごい。金融セームに近いっていうか。先に、金がクリックいいんでから金がクリックないでいこう。プラス、あ、金がどこで DIY するんだろうね。ピアノのとこにあるんだろうな。じゃあ最近クリックいいんで大きく来てくれたな。せい話しよう。花をいくちゃんさんと詳しくて、それが見たくないような花に咲いてたんだ。その花はあんな気持ちの服を着た、お少女の多くの人って、ああいうのどんどんいません。かわいいな、金庫が。よし。ニックもまた家にいんの？ニック。ニックはずな家に住んでんね。出た。よく聞くな。もう一回してけよ。はは。お話しして。ならもうそこは続き。今日はメーデーだな。メーデー。メーデー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 だな。メーデー。何どっかこの島でイベントがあるらしいぞ。何でも見つんだ。気になるな。はは。気になるね。どこでやんの？どこであんのそれ。ファニエルの島かな。メーデーとそもそもなんだ、よく聞くけど詳しいは知りません。よし、じゃあ、あ、あったかな。あ、トイレの上ごっこしてやってた。じゃあおはよう、キルン。よしよ、あの日はクッキーが強いね。クッキーが出現変更になりそう。昨日、あ、なんだ、お願いします。住民アシャスキャンペーンか。
コップで。毎日結構来んな。なんだ？毎日プラス。毎日プラスチェックしてくれるかな？もう50個やったか。駆け出しの時。まだ駆け出しなの？じゃあ、コップだ。ほら、駆け出し。駆け出した。で、ページ1、間違えた。ページ1見よう。リーダーのオープンのお知らせ。本日、その日頂点がリーダーのオープンしました。さらに充実させる上で、知らない皆様もお待ちしております。ぜひご来店ください。で、こっちは、メイディのお知らせ。5月1日、メイディだもん。日頃の感謝も特別ご検討するだもん。5月1日、5月7日に、あんな時代に来てみてくださいね。分かった。じゃあ、記念式典やりますか。株もね、売りたいんでね。いい値段だったら。ひずさないやつだ。はい。おげんボーナス。フェネショッピング。あ、でもお金がないんです、そういえば。ゴールドクエスト、芝回帰、チューブハット、マスク。9万の枠、MV センチ、セミフトバット、インベット、アポガマイセツ、キキマハラジャ。ないっすね。こっちは？ああ、サビのバッツだけ。じゃあちょっと、タヌキッチ。タヌキッチ。皆さん、どうもどうも。こちら、建築の感じの味覚を検断も。なんだっけ、セレモニーに参加したい。お、皆さん、セレモニーさんが来るなんでも。今は楽しくて、においをお待ちしてもらうのだけど、どうなの、参加してくれるかな。参加します。はいはい。じゃあ、早速セレモニーが会場にご案内します。よかったね。あ、おめきちとつぶきちの服装も変わってる。帽子かわいいな。それでは、お、全員集合してんじゃん。自分の住民アップしたむっちゃ笑顔。それでは最後に楽しくせのリードアップの人生のニュースを行います。イエーイ、ありがとうダンも。皆さんの食べ物を決めてくれて、この自分は素晴らしいやってみようと言っているダンも、みんなで楽しくせのして雨吉と鈴吉に挨拶してるダンも。じゃあ雨吉と鈴吉に一つ目するダンも。AI 皆様、ワークショップの授業を見て、このリポの仕事もやりました。ほんと立派になったね。セレモニー中も、夢を自分させて、一番名言の一人ができるよう、皆さん、耐え切ってまいります。おめでとう。かわいい。はいはい、どうもありがとうね。次に、今週の発生したような国旗を作ってもさんに、今後も走って一つ行きたいんだもん。それでは皆さん、どうもありがとうございます。じゃあやってね。この大事なセレモニーにこのふざけたメガネで来てるのもどうかと思ったよね。うん、ほんとその通りだもん。皆さんどうもありがとうだもん。では皆さん、最後にあの準備をお願いするだもん。今回ちょっと喉が痛いんで声があんま出ないんですね、いつも以上に。今回はちょっとやめておきます。あ、危険者の人は仕事休み、スクショをするのが続く。この商店からの願いと、僕らのエネルギーも夏だとなって願いまして、よーバーン。いいね。ありがとうございました。本日の商品は平和になります。皆さん、気をつけてお帰りください。ありがとう。いやー、いいね。よし、あ、テニちゃんがいる。テニちゃん。あら、ごきげんよう。そうね。話してきたよ。今日も先生に来てお嬢さんで、どうしたらいいよね、テニちゃん。アップルちゃんは、一人でお風呂ごっこしてるし。谷川君もなんか見てない。
っしゃ、じゃあこの気象圏見てみるか。こう増えてる。ここが回答品トイアンス、トイアンスチェスト2個になったんだ。こちら楽しみだ。どんな感じなんだろう。おお、なんか店内広い割には家具とかであんま増えてないな。いらっしゃいませ。本日リクサ新店舗で営業を再開しています。オープンの日はご覧ください。どうもありがとうございます。そもそも短期商店をご平気 に思った。なんか広いのはいいけどさ、思ったよりなんか思ったよりなんかね、家具が一つ増えたのこっち。ついてくるのかわいいな。ここがレジなのね。で、2階がモキチたちの家か。電卓とか電話とか置いてあるね。細けえな。これを、ミトロノームでね。で、これが、アメフトボール。ラグビーとアメフト違うもんね、ボール。似てるけど。これ必要ないかな。これいいな。ガンドピアノ高っ。26,000,000,10,000,26,000,000,26,000,000高っ。いつが飛ぶもにまでそんなしなかったし、5,000,000,000くらいだったでしょ。高っ。26,000,000高っ高っ高すぎ。高すぎくんだよ。これパンダちゃん。パンダしんちゃん。かわいい。パンダジーミーがいるあげたいね。このコンボいいな。アイスコンボ。おしめめ高い。だからいい、結構いいものを食うようになったね、この、のめきちたち。値段がいいものを改装してから。はい。あ、待って。お魚釣り竿。普通のとどう違うの？お魚釣り竿とか。あ、アウトドアの女王とか。アウトドアのスコップ。スターの網。へぇ、普通のよりも丈夫なやつなのかな？へぇ、すごい。いいじゃないですか。で、あ、壁とかも増えてる。よくある壁。クローリンガの壁。ボタニカルスタイルの壁。白いメトロタイルの壁、緑のテキスタイルの壁、障子、緑のパネルモールド壁、ピンクキーズの壁、増えてんね。ゴムタイルの床、アーチレンガの床、赤黒ピータイル、青黒のピータイル、青黒じゃないんだ。グレーのアーガリルタイル床、カラフルパズルの床、銀のアイアンパーケットの床、スカルの床。なんか下揃えもなんか変わったな。はい、ちょっと株価を聞こうじゃないか。はいはーい、ね、これで作ってますか。今日の株価は20円で買いました。安い。この服すごいな。まあいいか。はい、そうしました。だも上も下もちょいちゃんに買わったものだからね。よし、じゃあ、AV シスターズ覗いてみるか。AV シスターズ。どうも。いらっしゃい。続き発信して、AV シスターズよくそう。さあさあ、まずは、私たち以前、暮らしで同じように知っていたんです。ああ、鳥盛りとか町盛りとか、話かな。しかも、その当時の話を作ったお店だったんですけど、あ、そうなんだ。そのために実は私たちはみんな新しく戦時始めて、私たちも新しくスタート切ってもいいんじゃないかって思ってたかったんですよね。あ、そんだったんだ。両親が残してくれたんだ。重いな。そう、来ちゃってよかった。この村に、この島に。なんか申し訳ねえな。そんなわけでこの間自分に移ってきたんですよ。こう移ってきて世界だってね、人間が楽しいし、景色が増えし、とってもいいとかだと思うわ。昔の店が懐かしくなるとたまにあったりするんだね。
そうだね。あの店のビールが送ってきて、私たちの思い出詰まってたもんね。さっきのあの店の店に焼き付けたいようにしたし、今はこの仕事が頑張るんだね。あ、そうなんだ。それはよかった。うん、そうだね。よし、今日も頑張るで。かわいいな、この二人。あの、キュンちゃん、行き出したわ。昔の店は懐かしく思ってしまうっていうのは、その通りなんですけどね。私が川島に行ってはまらなかったと思ってるんですよ。ねえ、昔の飛び盛りの頃とかさ、このあさみさんの奥のスペースに入れるバグとかあったもんね。懐かしいな。あ、待って。お金がない。金がねえ。あ、これランチじゃない学生服か。あ、すごい。カラフルだね。あ、もあるんだ。ヒッピーな服。あー。これいいな。マッスルタンクトップ。これ良くない？これいいな。買えんじゃん。黒いいな。黒。黒買っちゃおう。で、他は、チェンジキパンツ。あ、秘書の帽子。あー、いいよね。買えねえ。サイクルヘルメット。あ、いいじゃん。実際そんなないけど。これ何？ビジュアル系一句。おー。これ、普通の髪型とは違うんだ。一句なんだ。へー。とりあえずこれだけ買っちゃおう。で、このままコメディアンの服で行きましょうか。はい。あと、大きいにまたどうぞ。はー。いやだいぶ発展してきたね、子供らは。あとはあの橋を完成するくと、橋の上しかないか。お、化石が。ほい。化石。今日、プレスとかは家にいるのかな？あ、みんな家にいるな、今日。ピンクもピンクも男の子はみんな家にいる。プレスケーやうまくんよぶとあんちも嬉しいなアップ話しよねえ、うまくんうまくんよぶとんについて覚えてる？なんか知ったっけ？サッカーの雑誌、あーサッカーの雑誌ね。手本が好きって今変わってないアップ。うん、サッカーの雑誌読むよ。うんうん、それで大丈夫だ。実はね、金属にしてたんだ。あ、そうなんだ。うまくはサッカーたちが好きだって。そういうの間違ったアップ。金属、金属をいじってくるのかな。お前サッカーなんて見るのかよ、みたいな。で、ジャック。あ、忘れた。ごめん。ごめん、ジャック。ジャック、ごめんね。こんにちは。DIY してんのかな？ DIY してるね。あのパソコン欲しいな。ゲーム実況用に。ジャックの部屋いいよな。じゃあ。おや、うまくん。ウェルカムマイホーム。何してるの？今、リアシンスの顔見る。これであると見せたキューブ君の中にビジョンが置いてきたのさ。特別できた証拠はジャック流ギャラシンスの画面の作り方をお願いします。あ、そのバスにコントロールしてるか、こうしてみれば大丈夫かな。ありがとう。うまくもぜひチャレンジしてみてね。ありがとう。見てみるか。ギャラシンスの画面ふむふむ。ヤシンスの冠を覚えた。覚えてなかったっけ、ヤシンスの冠。見てか。あー、かわいい。ヤシンス、めっちゃ必要じゃん。赤いヤシンス。そうか。ありがとう、ジャック。バイバーイ。あ、おぶした。うわさん、ギーツどうしたピッチー会長。うわさん、今年の評判するとしっかりございます。まだまだだね。私は心配そうな夢の人に言ってたら、
あなたの妻と思って取っておいたのよ。心配そうなものなんす。そう、ソリはあなたの家はその子ですってちょうだい。ソリ、ソリすぎてソリになった。一つ一つだけで足りないかもしれないけど、何作ってもらってもいい撮影ソースが作るんじゃなくて、ありがとうございます。ありがとう会長。ソリ、ソリって、あ、思った以上にソリだった。座れたりはしない。あ、座れるんだ。へえ、いいね。あ、ここ砂浜に置いてみるのもいいかもしれないですね。へえ、いいじゃん。座れないでね。あ、いいんじゃないですか。いいもんがあったな。でもなんか物が多いんだっけね。何してんの。座っていたっけね。はい、よし、じゃあ一回50はこのくらいかな。午後また株を売りたいんでね、午後またやりたいと思います。ここで一回午前中のあとは終わりですよ。あと午後に、あ、話してる、どうして話してんの。新人すげえな、この二人。ねえ、ティアニーちゃん、たまにあんなことしガールズトークでもしようよ。ガールズトークですか。新人すげえな。そうだ、例えば話してるのか、ラブの話をするの。住民の会話珍しいな。うん、じゃあティアニーちゃんのおすすめ版とかある。キュン、じゃあティファニーじゃないの。すいません、アクトさん。歌詞についてはもうプロバイドなくて。あ、そうなんだ。うん、つまんないの。で、なんか気になることかは？それなりです。何？ゴキブリの可能性です。ゴキブリってですよね。草食のやつ。よく考えてみたんですよ。ゴキブリって私たちより共有の時に、殺すから好きな生き物なんですって。そうだね。記憶とは生きとして生きているものの大先輩って言ったね。上前こっちで嫌いなんて思ったことないでしょうか。ちょっとやばいわ、やばいわ、ティファニーちゃん。化けの子は剥がれ始めたわ。サイコパスなのか。と思いをするんですよ。ここに皆様のやつという秘訣に至ります。どうでしょうか。ガードとって言いましたか。ティファニーちゃん、天然というか、こんなガードとか初めてだよ。珍しく住民同士の会話聞いたと思ったらこの味様ですね。じゃあティファニーさん、マジか。はい、というわけでじゃあ前半は終わりにしたいと思います。また後半お会いしましょう。ありがとうございました。